んにちは、高森です。のっぺんです。今回は北の内下地さんに来ていただきました。はいどうも、北の内下地のフェルトとハリくんです。よろしくお願いします。はい、今回はじゃん、こちらやばいな。こちらの大量のドーナツのチーク菓子を使って巨大ドーナツを作ってみたいと思います。マジか、夢じゃん。俺夢じゃん、いくつかあるんだろうね。やばいな。ということで早速作っていきましょう。はい、では早速ですけど、はいはい、まずは全部開けて中身をそれぞれパーツごとに分けていきましょう。はい、では次に生地の素を作っていこうと思います。はい、全ての粉が入りました。次はここにお水を入れていきます。上手いよ。おお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 楽しい。おいや、固まってます。やべえ、これ面白い。すごい、固まってきた、固まってきた。固まってる。お、ほんとだ、結構固まるんだ。あ、いい感じじゃないですか、結構。止めまーす。おおおおおおおこれめっちゃいいね。めっちゃ気持ちいい。あ、やば、いいね、これ。はい、ということで、生地ができました。では、これは一旦置いておいて、ソース作りに入ります。はい。ではソースも先ほどと同様に粉を入れてそこに水を入れてかき混ぜていきます。これは水入れていきます。はい、これだけでいいの。おお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 お形作っていきましょう。そうっすよね、たぶん近づいてきよう。おぉ、いいです、いけそう。これもいい感じ、いい感じ、しっとりしてきた。ちょっとしっとりしてる。あ、でもこれハンバーグのやつじゃない。どうしたらいいんだこれ。俺の中で完成。え、大変すぎる。はい、ドーナツの形ができましたので今からソースなどトッピングしていきます。もう完成間近ですよ。めっちゃ一番いいんだよね。ここ大事だからね。ここで色合いをね、しっかりして。じゃあここは僕見守るんでパワー送ってるんで、もう。なんかしました今日。したら完全。あ、本当だ。いい。とりあえずなんか満面に。ここあの吸いたいんですよ。おお。すごい色だ。汚いとこ隠しちゃうからとりあえず。なるほど。で大体こんなもんが。ここいちごゾーンで。オッケーオッケー。そうですね、トッピングつきます。まだありますか、クランチとか。はい、これはみんなでおのおのかけていきましょう。はい、はい、あ、白い、あ、いろんな色。マジうまそう。素晴らしいな。あ、ちょっと待って、素晴らしいな。あれ、あれ、あれ、白だったらよかったな。気持ちですか。まあまあ、やめて。こんなもん。以上は横先じゃねえ。あれ、そうだよ。こうこうこう。こう。え？こうこうこうよ。斜めからシュッと入るやつ。なるほど。ここですね。あ、そうっすね、そうっすね。あ、いいっす、いいっす。あ、うわぁ、うまっ、うまっ。すごい。できた。巨大ドーナツの完成。すげぇ。すげぇ。すげぇ。はい。来た、嬉しい。すげぇ。私のバンナム嬉しいです。ありがとうございます。おー、これちゃんと7ですよ、これ。ちゃんと。はい、ということですごい美味しそうに完成したんで早速いただいてみましょう。いやー、めっちゃ美味しそう。うまそうだよね、本当に。とろとろ。うん、うまっ。うん、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 これ美味しい。うまい。美味しい、美味しい。なんか全然ドーナツなんか蒸しパンに近いような感じ。あー、でもすごい美味しい、美味しい、美味しい。せっかくだから、これ北ソースにつけてください。ほら、いちごですよ。もう、わお。いちごやべえ。いちごやべえ。いちごですか。いちごやべえ。まあ、やばい、やばいな。はい、ということで、今回は大成功でした。今回は。今回も、今回も、今回も。いや、本当に俺好き、これ。俺も好きです。良かったですね。はい、今日もマンナム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。